BW or Children Preschool Club 2012 by Hiroshi Hayashi, Japan. Hiroshi Hayashi was a teacher and was teaching children aged from 4 to 6 until 2016 when I retired for over 40 years. This video was taken in 2012when I was 65 years old. BW 子供クラブの風景です。私は2016年に退職するまで40年以上4歳から6歳までの子供たちを教えてきました。この動画は2012年頃、つまり私が65歳頃に撮影したものです。どうかお楽しみください。広志林浜松シティ、ジャパン。あ、見てた？見てた。あ、ごめん、セガルプロのついでにね。見てた？見てた？やねったな。まっすぐな線。まっすぐな線。これまっすぐだからいいのよ。曲がった線。曲がった線。これ曲がってるね。まあこの違いは分かりますね、北村君ね。三角。三角。でもこれね、小学校入るとね、三角形って言うんだよ、三。はい。三角形。形。待って、つば飛ばさなきゃ。あ、そうか。三角形。三角形。形。うれしそうに突っ飛ばすね。あっち行けだ、なんだよ。三角形。これは三角形と言えるでしょうか、言えないでしょうか。ぐちゃっけ。ぐにゃぐにゃっけか。違う、ぐちゃっけ。それでこの前聞いたらね、三角形。お兄ちゃんたちに聞いたらね、これなんて形ですかって聞いたらね、そんなの知るけだって。魚の家なんか。これは三角形って言えませんね。うんちうんち。なんか魚の家。これは北村君のうんちだそうです。違う。あなたは健康じゃない。こういううんちするんだって。魚みたい。何？なんか山みたい。山みたいだな。でもこれは三角形になりません。そこでおじさんたちが今日は電車のレールを敷くことにしました。おい、半分レール敷いたぞ、もう一本引かなきゃいけないよと言ったので、おじさんたちがよいしょよいしょよいしょとレールを運んできました。これでどうかな。じゃあ電車くん走ってくださいと言ったら電車がやってきました。ガンゴンガンゴンギーギー。これ以上行けないよ。これじゃあどうしていけないの。新幹線じゃん。ギギギギ。細くなってるから。細いよ。今いいこと言ったら誰。細い。どこが細くなってる。あのね、うん、あの前のとこが細くそうそう、これここ狭いね、ここ広いね。これダメなの。これじゃあ電車は走らない。そうそうそう、まっすぐにすることをさっきの言葉で平行って言うな。平行。平行。書くときは平行。さあ、はい。平行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 じゃないからダメなの。これじゃ電車走らない。走れないでしょ、これじゃ。じゃあ、じゃあこれでどうでしょうか。これでどう？ダメ。これで走ると。もうこれ平行じゃないからダメなの。全然平行じゃない。これじゃダメだよ。じゃあみんないいとこでストップって言ってくださいね。いい？これでいいとこで言ってよ。平行になったら言ってよ。じゃんじゃかじゃん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 。三角形。ダメ？三角形。じゃん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 。ストップ。これストップ？ダメダメ。もっと下？上。じゃんじゃん。上。ダメ？じゃあ平行になったらストップって言ってよ。平行になったらいいね。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか。ストップ。これでいい？ダメダメ。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか。ストップ。あ、これでいい？じゃあ新幹線くん走ってください。ああこんなら大丈夫です。ヒューワン。なるほどね。じゃあ今度は斜めの線路がありました。おじさんたちがまた。さっき電車って言ったじゃん。
そうか、また線路を敷くことにしました。じゃあこれでいいかな、これでいいかな。じゃあ平行になったらストップって言ってよ。よいしょ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 、ストップ。もういい、ダメダメダメ、これじゃあ、キュ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 、うん、動けないよ。ストップって言ってよ。じゃんじゃかじゃんじゃか、あ、これいいか。まあいいな、これなら。じゃあ新幹線走ってください。シュン、あ、これならいいですね。今度は縦の線路を敷くことにしました。線路敷きますよ。おじさんたちがやってきて、よいしょよいしょ。でかすぎる。線路でかい。じゃあ行ってよ、ストップって。平行になったらストップって言ってくださいよ。じゃんじゃか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 じゃんじゃんじゃん。ダメ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 、これダメダメダメ、これダメか、三角形か、これ。じゃあストップって言ってよ。じゃんじゃかじゃんじゃか、これでいい。はみ出てるよ、じゃんじゃかじゃんじゃか。遅すぎるよ。じゃあもっとしっかり行ってくれなきゃ。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか。これくらいね、平行は平行だけども幅が違うね。これうっと、これくらいにしておけば線路をね、電車が走ることができます。こういう線のことを、平行なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、もう自分で教えておいてね、すぐ忘れちゃうなんておかしいと思わない？うん、もうこれさっきも覚えてたんだよ。一個おうさん、はい。平行。この線路はどうでしょうか？平行でしょうか？平行じゃないでしょうか？平行。この線路は平行でしょうか？平行じゃないでしょうか？平行。何？平行じゃない。平行じゃない。この線路は平行でしょうか？平行じゃないでしょうか？平行じゃない。この線路は平行でしょうか？平行。何？平行。これは平行ですね。そこで平行なものを探しました。あのね、平行なものいっぱいあるんですよ。例えば電線も平行です。道路のガードレールも平行です。飛行機が2機飛んでいきました。ビューン、平行です。駄菓子角の上の線と下の線も平行です。そこで皆さんに聞きたい。鉛筆？北村君は数学者です。鉛筆も平行だそうです。なるほど。他に平行のも何があるでしょう？カメラ。カメラ？紙。紙が成功だ。あんたも数学者だね。紙のこことここが平行です。他に？テレビ。テレビ？正解。テレビの上の線と下の線が平行です。割り箸、割り箸はわけない。はい、わかった。そう、絵も平行です。あれも、これもみんな平行。あれも、あれも。カーテン、そう、実はね、この天井の電気見てごらん。これ平行なの。わかった？ドアも平行だ。おお、なんだそれ。テーブルも平行。引き出しも、引き出しも、引き出しも平行だ。そう、テーブルも、みんなね、平行のもいっぱいあるんだよな。例えばこの線とこの線は平行。体体も平行。まあそれはちょっとね、林先生、林先生も平行。じゃあちょっと覚えてよ。これは長四角長方形と言います。で、これは長四角長方形ですが、上の線と下の線がまた忘れちゃった。平行。あ、そうそうそう、なんだって？平行。なんだって？平行。平行平行。さっきまでね、覚えといてで今日のレッスンに入ったんだけど、自分で教えといてすぐ忘れちゃう。なへこ、へこい、へこいじゃなくて、そう、平行。また覚えてたな。平行、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 平行。平行、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 
下の線は平行ですか平行じゃありませんか。平行。縦の線と横の線は平行ですか平行。じゃあこれから流し角を作ります。まず上の線を決めましょう。ストップと言ってよ。じゃんじゃがじゃん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 。ダメ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃん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 。あ、これでいいか。これで平行になりましたね。今度は縦の線を決めます。じゃんじゃがじゃん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 。どう？ダメ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃん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 。これどう？ダメ。どっち？こっち行くのか。縦の線をが平行になったらストップって言ってくださいよ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃん。ダメ。これでいいか。これで長い四角長方形になりましたか？はい。なったね。よし。これで長い四角長方形になりました。平行。平行。そういうこと言うと先生も忘れちゃうから「ヘイフー」じゃないんだよお前。ヘイフー。ヘイフー。あ、これは平行じゃありませんね。平行で平行になったらストップって言ってくださいよ。ちょっと今日眠いのでね先生、うっとりうっとりしますから。全然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 。なんでストップって言ってください。早い。遅い？早い。あ、早いの。じゃんじゃがじゃんじゃが。平行が早い。英語じゃないじゃない。あ、もっとゆっくり言うの。じゃんじゃが。英語じゃないじゃない。まだ早いの。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃが。これじゃゆっくり言えないの私は。 I ピュー I シー。クロック数が早いもんで。何何言ってんだお前ら。じゃあお前らが早く言えばいいじゃん。早くストップって言えばいいやからそんなのね。はい、ストップ。いよいよ。じゃあじゃあじゃあ。これ平行じゃない。平行じゃない。平行じゃない。変えた変えた先生が。変えてないって。それでいくよ。ストップしてよ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃん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 。またずらした。ずらしてないってば。これ人間の体って連動してるんだよ。ほら、体こっち向いてるとこ動いて、こっちへとこ行って、こう。お前たち聞こえることないか。うん。本当？ストップって言ったら。じゃあストップって話すからな。まだ早いよ。じゃんじゃがじゃんじゃが。おお、平行だ。じゃあまた今度長方形、まだ長方形作ってない。長方形長四角を作ります。じゃんじゃがじゃんじゃが。おお、平行だ。まだ言ってない。真四角正方形を作ります。まだ言ってないよ。まあ、大人からかうんじゃない。ストップ。言ってないよな、まあ、ストップ早くやって。ストップ。これが真四角か。言ってない。言ってない。だこれ真四角じゃないもんで。いやいやいや、ストップ。真四角じゃない。これ真四角じゃないよな、まだ真四角じゃない。じゃんじゃがじゃない。ストップ。あ、やっぱりもうこれ不思議だな、これ。ストップ。話しちゃえばいいのか。じゃあストップ。ストップ。ストップ。まあいいや。よし。じゃあ一回手挙げて練習するよ。1、2、3。はい。おお、両手挙げてくれてるのか。珍しいね。1、2、3。はい。足まで挙げてるさ。まあ、まあそこまで大変だから。はい。4本上げてくれてる人やろ。それでそういう人当ててるかな。よし、じゃあ聞くよ。はい、分かってないね。1、2、3。はい。1、2、3。はい。1本ね、1本でいいよ。じゃあその。はい。はい。どうだよ。毎年遊ぶんじゃに。1、2、3。はい。でいくよ。1、2、3。はい。どうかな。
チームさん。はい。出てここまでしか上がらないよ。もういいよ、分かった。よし、じゃあ行くぞ。じゃあ手で行こう。1、2、の3。はい。その時に、はーいってのは赤ちゃんっぽい。1、2、の3。はい。1、2、の3。はい。じゃあ、1、2、3の線がありますが、どれとどれが平行ですか、教えてくれる人。はい。ムーンさん。0、2、5。2と2だけ、2だけ。どんなのおかしいもん。平行ってのは2つないといかんだもん。はい、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 はい。で、リアム君。1と3。正解。1と3がこれ平行なのよ。ね。そして今度はこれ。どれとどれが、どれとどれが。はい。シャウナ君。4番と2番。なんか同じじゃないじゃん。よく言った。みんな手叩いてあげてよ。お前素晴らしいね君。もうないかな。もうないんだな。これ2番と4番平行なんだよ。これよし。お前中学生じゃねえか。はい。もう高校生だろお前。違う。はい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 。これ分かる。鈴木さん、4番と2番、正解。もう一組。はいはい。サイダー君。1番と3番。正解。よくわかるな、これ。はい。じゃあ、それ成功でした。はい。はい、ひろみ君。2と3はガシャン。レールが走る。じゃあいいよ、訂正していいよ。どれとどれ。はい、ひろみ。どれ。はい、はい、はい。3と1。正解。みんな手叩いてあげると普通一回間違えるとね、へこたれてね、ふぃーって泣くんだけどね、彼は泣かない。すごい、いい人生観だ。長四角長方形さん、はい。これは長四角長方形じゃない。長四角、うん、これは長方形。長四角長方形と言えるでしょうか、いないでしょうか。言えないよ。これはこことここは平行だけど、これとこれが平行じゃない。長四角長方形、これ長四角じゃないもんでな。これはどうでしょう。長四角長方形と言えるでしょうか。ダメだね。これとこれがね、平行じゃありませんね。これは長四角長方形と言える。あ、これ長四角長方形だよ、ほら。そうだよ。よし、今日はみんなに網だくじ引かせてあげよう。網だくじ簡単。いいね。ここに線、平行な線がいっぱいあります。平行。言ってください。はい。平行。平行。はい。平行じゃないの。平行。じゃあ、みんなにまず番号を1、2、3、4、5、6、7番ってありますので選んでもらいますが。はい。じゃあ、キャノク何番する？いやー、5番。5番、覚えておいてよ。はい。鈴木さん。7番。はい、OK。 はい、リアム君。3番。当たる。はい、あなたは何番入る？何番で見たよ。迷ってると、外れになっちゃうんだよ。はい、ムーンさん。1番。はい、ムーンさんは2番。2番。はい。ヒロミ君は6番ね、うん、はい。斉藤君は4番。あ、商品忘れてたけどね、抱っこしてぶっちゃ、そんなに嬉しいの。なんだよ。え、やだ。で、やだって抱っこして中学用の今日の商品だったの。いらない。いらないってそんな遠慮しなくていいのよね。商品なんだから。いらない。ママもそうだよ。え、いや、それはわかんない。7選んだ人いる？
もう一回聞く。1番選んだ人、2番、3番、4番、5番、はい、6番、7番。じゃあ 見せるよ。阿弥陀くじだからな。平行阿弥陀くじ。ガチャン、ヒッ、ガチャン、ヒッ、ガチャン、ヒッ、ヒュー。当たり7番、誰かいましたね。あなた。そう。おめでとう。いらっしゃい。抱っこして。あ？これ何これ？いらっしゃい。ボール投げ、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 だってあの人当たったんだもん。ボール何よ、あんたじゃあ、あんたで我慢したの。いや、さ、せっかく当たったのに、そんなにいらないなんて人。雨だ、雨。商品が悪かったのか、うん、あ、そう、まずかった。じゃあ今度は買えるわね。パルパルへのデート券ね。夕日を見ながら二人で手をつないで夕日を見る。ここにまあ台形という形がありますが、台になるのね。これだからどれどれが平行ですか、教えてくれる人。まっすぐ手を持ってる人。はい、桜田さん。色と茶色、黄色と茶色は平行じゃありません。はい、はい、電車が走れません。はい、ヤムくん。ピンクと茶色。いや、ピンク、僕もピンクだと思う。ピンクと。はい。キャムラくん。正解、これピンクと黒なのよ。短いけど何さ関係ないの。これとこれが平行でしょ。じゃあここに平行四辺形というところがあります。はい、これは、兄さん、どれとどれが平行ですか。全部平行じゃん。あ、違うか。2つ、黄色と黒。そう、これとこれ平行。もう一つ、ね、はい、はい、はい、ひらめがん。もうダメだな。まだあるよ。黄色と黄色。え、ピンクと、普通あまりピンクって言わないで、昔は僕たち桃色って言ったんだけど、最近の子供みんなピンクって言うの。ピンク、桃色って言ったの。いや、ピンクと、なんかピンクなんてまあいいけどさ、じゃピンクと言い抜けるね、ちょっと抵抗あるね。え、ピンク茶色、茶色、当たり当たり。そう、はい、それでは斉藤くん、斉藤くん、斉藤くん、茶色と黄色、もう一組ありますね。はい、はい、はい、鈴木さん。あ、もう見つかっちゃったや。え、ピンクと黒、ピンクと黒が平行ですね。はい、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 黒木玉さん。ピンクと茶色、平行じゃありません、これ。はい、ぶつかっちゃうんですね。はい、はい、ヤム君。黄色と長い茶色、長い茶色、これも平行じゃありませんね。桜田さん、ピンクと茶色、平行じゃありませんね。ここは、ムーンさん、黄色と、黄色とピンク、もう平行じゃありませんね。こつまってるもんね。ある、これ平行ない。じゃないじゃなきゃ、あるの平行ないの、これ。滑り台になってる。なんて言ってるの。滑り台、滑り台なんて、もう20年乗ったことない。自分のさ、それ。黄色と茶色と桃色。何？これ平行ないんですよ、これ。桃色と赤。桃色と赤？これ？これ平行じゃないもん。電車走れないもん、これじゃ。走れないよ。うん。じゃあ言葉を言ってよ。平行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 。ちょっと姿勢が悪いんじゃないの、また。だいたいお尻の周りにウンチがついてる、ウンチがついてる人はさ、お尻かいいんだよな。動物のお勉強は？
半分やるよ。まああと5分で終わるで。平行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 。こういうところ平行でしょ。こういうところ平行だよ。平行。平行。なんか変なこと言ってるぞ。平行。平行。なんだっけ。平行。平行。平行じゃない。平行。そうだよ。平行って言ってられてる。平行。平行。平行。これ平行だよ。平行。平行。なんだって？イギリスはベーコンって言うの？銀行。え？銀行？違う。ベーコン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 なんて言わないのお前。もういいじゃん。ベーコンに行く。ベーコンで。ベーコン。ベーコン。ベーコン。チーズ。何？チーズ？チーズ。チーズ。ほんでね、漢字でね、何か書いて、誰書いてあるかっていうとね、栄光と書いてある。やばい、銀行だね。漢字って知ってる？じゃあ動物の勉強しよう。イエーイ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 。まあ、これ今日ね、見せたんだけどさ、怖いやばいやばい、やばいなこれ。はたかっぽの林先生。見たい？やりたいやりたいやりたい。だって僕は見せたくないんだもん。見たい。羞恥心って言って恥ずかしいもん。見たい。は？見たい。見たくない。見たい。見たい。見たい。若い女性があんまりはっきりそこで言って。見たくない。若い生まれ。見たくない。見たい。見たい。見たい人はもっと心開いて。見たい。そうだよ。そうだよ。そうやって言えばいいんだよ、お前。見たい。見たい。それじゃ目押さえてなさいよ、あんた。ずっと押さえてなさい。こうやって下向いてなさいよ。そうだよ。下向いてろ、お前。いいから。嫌だって見たくないんだろ。見たくないんだろ。そうに心を偽っちゃいかんの、お前。それじゃこうやって顔押さえて下向いてな。いやー、下向いてるんだ。見たい？ダメよ、心に座っちゃう。見たかったら、見たいって言えばいいじゃないの。見たい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 じゃあ見せてやる。笑うなよ。何も着てないんだよ。いいよ。いいよ。よっしゃはたかっぽだよ。イエーイ。よし。やっぱりやめとくわ、これ。イエーイ。見ちゃった。教育上無駄があるんだな。隠すときに見ちゃった。隠すときに見ちゃった。なんでこんな教材作っちゃったんだろう。見なくてもいい。見たい、見たい。じゃあ見せてやるけども。見ちゃった。じゃあまあ顔伏せてなさい。見たい。これいいから見たんだから。顔伏せてないさ。じゃあ見せてやる。林先生が裸っぽになったの。やっぱりさっき見えたの、ね、裸っぽ。いや、林先生の足が魚になって怖い怖い。鳥になって怖い。虫になって怖い。イカになってウナギになった。林先生の頭が犬になって、鳥になって、魚になって、トンボになって、林先生になって、ああ、美しい。見たい。見たい。はい、じゃあ体見て、林先生の体が鳥になって、林先生の体が魚になって、怖い。すごいか？林先生の体が虫になって、林先生の体がトンボになって。
林先生の体が鳥になりました。ねえ、全部バラバラの体にして。そう、下の虫と犬と虫だろ。じゃあ、下の髪配ってくれる。虫だろぼ、虫だろぼ、下の髪。じゃあ皆さん、鉛筆を出してください。そう、絵を描きます。ねえ、じゃない、絵を描く。ねえ、終わります。